ボーちゃん、新しい恐竜、すっごい、まるで怪獣。って名付けて僕の力にする。なんでその野心に見せるの。朝からなんだか騒がしいけど、活気があるのはいいことだな。まあ確かにね、間違いない。同じことしか言わん。父ちゃんも宴会の断りに飲み込まれた。あ、このしんちゃんはチョコビは特別なもんだと思ってないから、うちの世代。かわいそう、キネちゃんとカズマくんの前で、うん、潤沢なチョコビ。カズマくんポジティブだ。新しい恐竜が来たね。やめて。ちょっぴり怖そうだけど、今度もきっと僕らと友達になれるよ。かわいい、カズマくん。そんなおっかない感じじゃないんだ、ね、なんか追跡者みたいにさ、近くに行くとしんちゃんのこと追っかけてくるから途中まで巻きなさいみたいな。しんちゃんのゲームでそんなやったらもう大問題です。クレームの嵐ですよ。皆さん頭いいから写真撮っちゃうね。なんか急に携帯取り出して何をしてるんだろうと思ったら、写真を押した瞬間にゲンさんのズボンが消えたんだ。何だったんだろう。やばいよそれ。すごいカメラ持ってんじゃん。パシャス。なになになに、チョコビおばちゃん。これさ、おばちゃんって悪口か。おい、チョコビ買う金くれるおばちゃんだから、チョコビおばちゃん。これ何すればいいの。行くの。新聞社の中入ってなくない。あー、行ってないね。間に合うかな。あに迎えに来てもらったけど、シロはどうやってここまで来たんだ。シロ、シロ、しちまったか。しちまったか、お迎え来てしまった。今日一日金しか、金稼ぐことしかしない。あー、やっぱ怖いっていう感じあるんだ。なんかアッソーの町の住人は、ね、アッソーの町の住人にさ、恐怖という、そう、恐怖感覚が抜き去られてるんじゃないかと思ってたもん。なんか何かの能力、力によってね、うん、近くにも恐竜には草食と肉食がいるのを今日まで忘れてたよ。うそ、それなんか哺乳類としないか忘れて。大丈夫、本能。さすがにまだ被害は出ていないけど、本当に大丈夫なんでしょうか。まあ、被害が出てからは本番みたいなとこありますからね、うん、今日は何してそんな。仕入れ値が安いとこで買った後に売り値が高いとこで売りさばいたんだぞって言われたらどう反応する。ヒロシ、ヒロシ5歳児5歳児5歳児ぶるやん。5歳児するやん。どうした、暇してんじゃん。夜の恐竜たちもなかなか美しいぞ。見よ、あの華麗な姿を。どこに何が見えてんの。わしの母にそっくりだ。やめろよ。美しい話かどうか分かんなくなっちゃうでしょ。なんで恐竜に似てんの、母。アッソーに来て、多分お、これ最終日じゃん。帰るんじゃない。怖い恐竜がこの町にやってきたのに、全く何も解決できず。そうね、そうね、ヨシコとの約束を果たすまでは帰らないぞ。でもヨシコちゃんはここには来てくれないんです、ね、またデートできませんでした。でもさすがに、でもこれ同じこと言うんだね、しんちゃん ね。でもこれさ、めっちゃさ、うん、新聞社通ったらさ、本当にヨシコちゃんデートしてくれたのかな。どうなんだろう、金稼ぎに放送しちゃっただけだからさ。確かに今回そうだね、金稼ぎすぎたなね。怖い怖い。ふわふわパウパウ、とわとわチリチリ、ラ行を抜いて心に浮かべて、全部同じだよ。タレルイラムマレシロンロ、これさ、私たちさ5回ぐらい聞いてるけどさ、全然覚えらんないね。しんちゃんってすげえや、うん。なんか革新的なことしないと永遠に戻り続けるとかだったらどうする。あ、マジで。あ、そういうこと。イベント起こさないとダメみたいな。でも完全にあのビジネス思考だと永遠にこのゲーム終わらないとかだったらどうする。あ、やばいやばい、確かに確かに、あのすごいビジネスマンしんちゃんだと永遠に閉じ込められるみたいな。そうそうそう、ここだったらオラ億万長者になれるぞっつって。はぁ、寝ぼけているんじゃないのか。いやー、これどうなるんだろう。今回はねねちゃんのリアルおままごとくらい怖かったぞ。あ、おしんちゃんが何かに、しんちゃんがちょっと恐怖を覚え始めたね。オラがオラでなくなっていく恐怖だ。こうして始まった新しい1週間、頑張れしんのすけ。無事よしこお姉さんと、やっぱよしこお兄さんとデートしなきゃいけないんじゃない。それかな、新聞じゃないこれは。いや、そう、新聞を進めなきゃいけないんだよ。かもしれんな、ビジネスやってる場合じゃないよ。いや、そう、よしこお姉さんがこのループの得意点だよこれは。あれ、今回はいないね。よしこちゃん、夕方はいないのかな、ね、帰っちゃうの。何だったっけ、何がメニュー開発。黒糖、黒糖あんかけデコポンラーメン。デコポンラーメンだ。黒糖あんかけデコポンラーメン。黒糖あんかけデコポンラーメン。お、これあれじゃない、見つかってなかった本だ。ほんとだ、どこに行ったかわからなかったの。おお、3週目でついについに来たね。ねえ、すっごい幸せな内容な。でもさ、あ、でもこれ博士もさ、ね、あの出てくるって言ってたよね。しかもさ、幸せな記憶がどうこうみたいな話してたよね。
踏み台の中が小さな本棚になってるの忘れた。あー、そんなの入ってたんだ。うん、あそこに入ってたのね。あー、よしこちゃん。お、待って、世界線がずれてる。待って、モットちゃんがなんかつまんない顔してるよ。よしこちゃん、どうした？あ、モットちゃん、ライバルが。え、キャップは、え、ちょっと待って、あのキャップとよしこちゃん推しだったんですけど、ちょっとあのジローさんにちょっとあの食べられていただいても。ああ、ジローさんで手術で生きてね。私こういうあんまりおもろいでおしゃれな店には来たことがないから、ちょっぴり緊張するな。よしこちゃんちょっとぶってる。え、ちょっと来たことあるでしょ、本当は。あ、待って、じゃあ逆に考えて、これキャップに振られた後なんじゃない？あ、もう振られた世界線か。そうそう、もうあんな恋なんかしないわって言うと、あのね、見えないじゃん。話してるでしょ。おい、頭ちゃん。人が話してるでしょ。頭ちゃん。あ、ね、ゲイさん字幕じゃなくて出前。あ、そうだ、忘れてた。もう無理だよ多分。嘘、生き延びれない。怪しい。しんちゃん、しんちゃん。あと1エリア分足りなかった。まだ三郎さんは今日も飯にありつけない。これは実は日の山食堂のの部分が欠けている回と欠けていない回がある。そうそう、サイゼリアの間違い探しレベル。別の世界線に来てしまったということが一目瞭然なのだ。わかんねえよ、もっとわかりやすくしてくれ。あれ、お、麻生防衛隊どうした？博士が帰ってきても邪魔されないように。え、ない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 。え、なんか博士のタイムマシンを操作して。お、え、もう仲良くなったんだね。もうマブでダチなんだ。ふわふわー、あ、パウパウ、やったね。ドゥルドゥル、チリチリ、しんちゃんついに。心に浮かべて。しかもさ、見張り立てるなんてさ、結構良い周到だね。いやね、リカコ、ヨラル、やって、コラ、すごい。嘘、完璧じゃん。あ、あ、しんのすけが思い描いた簡単なロボ。タイムマシンじゃなくなくて、これタイムマシンじゃないんだ。タイムマシンに飛び込んでいく。すべては一瞬の出来事ですぞ。タイムマシンではないな、これ。タイムマシンじゃないんだ。こう思い描いたものを具現化しているんだ。ね。え？ではなく、巨大化したカンタムロボのおもちゃ。カンタムロボ。お、退治すんの？あ、怖いからやっぱ倒してもらおうっていう。そういうことだ。友達になれるかもって言ってた。お、あ、ずんよ、やりますね。大丈夫、カズマくんめっちゃ燃えてない？カズマくんそこの位置結構熱いよ。すごい熱いと思う。え、あ、お、あ、あ、風船素材だった。え、でもすごいよ、的確に脳を揺らしたよ。これでやつも少しはおとなしくなったんじゃないかな。友達になるよ、計画は。じゃあみんな解散。でも誰よりもファイヤーしてるのは家族です。お前がファイヤーしている。よしこちゃん、あ、あれ、嘘、お前もしかして二股。いや、でもどっちにも別に告白してるわけじゃないから。あ、まだちゃんと、お、ね、しんちゃんが勝手に、ね、勝手にナレーションしてる。しんのすけのことを目で追う。よしこすごいな、このしんちゃん。どうしよう、かわいい。よしこちゃん優しい、信じてくれる。優しいな、よしこちゃん信じてくれるんだよ ね。え、だから絶対よしこちゃんとデートしないとこの世界からは出れないんだよ。やっぱりこれ新聞社大きくしなきゃいけないんだね。そうそう。お、あれ、会話してるこの二人が。あ、コーヒーを入れてありがとう。コーヒーくれたんだね。ちょうどいい温度でなかなか美味しかった。よかったね。嬉しいです。かわいい、喜んでる。なんだ、ラブラブなんじゃないか。このもうしんちゃんもこれ今見せられない表情して多分嫉妬に来るぐぬぬぬぬってやってる。そうそうそう。今日はどんな記事ができた？すごいがっかりしてるじゃん、しんのすけ。この記事さ、おかしくない？おかしいよね、だってさ、前の世界だよ。未来の新聞になってる。これ日付未来じゃないの？これしんちゃんが全ての真実に気づいた時、実は全部に気づいていたけど、あえて全部無視していたキャップに、ようやくここまでたどり着いたのかいって言われる。やだ、裏の新聞社じゃん。そういうマジマジで裏の新聞社じゃん。とりあえず出前しよう一回。
まあ、どうせ同じことしか喋ってないと思うから、うん、このでもね、サブローさんのこのわはって声めちゃくちゃ好きなの。どうすればいい？ジローさんはヨシコちゃんのことがちょっと気になってるけど、ヨシコちゃんはあんなことしといてでもキャップにしか興味があって、わかる。あのね、ヨシコちゃんはね、あれ、眠くなってきたようです。眠くない？また出前が、ね、出前の何なのこれ。ここに来ちゃうと眠くなる。突然の眠気。朝です、朝です。なんとびっくり、今日から朝のティラノ来た。あのティラノサウルスが来ています。やっぱぶん殴られてなんか変わっちゃったじゃん。皆さん丸くなったって言える。食べられないように十分ご注意願います。やっぱり首ごといかれる。すごい、うん、緊張感が走る朝、ね、ガブリとみんな冷や汗すごいよ。やばいよこれ、振り返っちゃいけないの。やばいなこれ。この状況でどうすれば彼らを太古の昔に返すことができるのか、そろそろ真剣に考えないといけないな。すごい、もうタイムリープが当たり前に存在しているんだ、ね。まあ用事というほどではないのだが、またお前の話を聞きたくなったのだ。やっぱりまたまた嘘くさい。ですって、ですって。しんのすけは思いがけない話を聞いた。なに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 、いってらっしゃいよ。いいか、よく聞きなさい。あのタイムマシンには我が輩の意図とは別に素晴らしいオプション機能がついてしまったようだ。名付けて妄想転送タイムマシーン。何それ、いいじゃん。やっぱそういうことなんだ。ってことじゃん。その気持ちは思い出が作用してタイムトラベルした先にパラレルワールドを作ってしまう。タイムトラベルした先にパラレルワールドを作ってしまう。新しく枝分かれした世界に我々は生きている。選定しなきゃ、選定しなきゃ、選定しなきゃ。セークリットタイムラインを守り抜かなきゃ、守り抜かなきゃ。しんのすけが作り出した巨大カンタムロボおもちゃ、あれはそもそもタイムトラベルしてきたものなのだろうか。歴史の中には存在しないですね。妄想や記憶が現実化しただけなのではないかな。確かに。そう、かわいい。かわいいお姉さん。そう、かわいい。しんのすけは新聞記者だったな。正確に事実を知って正しく記事にする。そして我が輩が世界中にその名を知られるべきマッドサイエンティストであることをしっかり伝えてほしいのじゃ。明日にでも話がわかる大人を連れてきて我が輩を取材するように。これアッソー自体が存在しないまで言っちゃうと怖すぎるけどね。え、怖、それ怖。ミサエの幼馴染が捏造されてることになるもん、ね。ヨヨコなんていなかったんだ。はっ、え？え？届いたの？キャップに届いたっつよね。キャップに届いたの。あー、でも55から60ぐらいでしょ。そう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 。すごい年の差。自分の娘と変わらない年なのに、机の配置がいけないのかな。なんせ真正面だもんな。かわいい。めちゃめちゃオスやん。超アタックなんだけど、攻撃力が高い。え、もうバレてんじゃん。バレて、惜しい。こいつだ、犯人は。伝えてる犯人はこいつだ。そうだそうだそうだ。販売数が増えたのでボーナスを支給します。やったー。おめでとう。1000円ぐらいくれる。30万ぐらい。え、あ、ブツブツブツ。きた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 。おお、全能。あ、すごい。80は強いね。え、待って待って、ね、で俺課金したい俺のさ、うん、意味はこんなんでもらえるんだったら。え、デートは。え、デートは。デートは？うわ、4000だ次。え、待って、カレーとラーメンと親子のカツカレーってめちゃくちゃ出前さすやん。待って、出前全然してないじゃん。じゃあ僕途中で行き絶えちゃうんだもんって。ね、でもこの後もさ、またあれするのかな、恐竜バトルあるのかな。あ、確かに。できないのかな、もう。そしたらもうあなたいたずらに金稼いでるだけの人よ。確かにね。え、てかこの金の使い道が分かんなくなっちゃう。皆様、あのゲンさんはちゃんと虫を取ろうとしてるんですよ。決して虚無に向かってやけくそになって網を振り回してるわけではないのです。皆さん優しい心でゲンさんを守ってあげてください。たとえ何も取ることができなくても、得るものがなくても、この時間に名前をつけることができなくても、皆様どうか、どうかゲンさんを優しく見守ってあげてください。本当に無理。なにこれ、バグってないこれ、大丈夫、バグじゃないこれ、大丈夫。これバグじゃないこれ、ねえ。え、奥行きのゲンと言われた、これゆえんでございます。消えた。水曜日の晩御飯、難しい話が理解できないしんのすけは、パラレルワールドのことを、はい、ヒロシやミサエに聞いていた。カスカベの家にあるまだ食べてないチョコビを食べられなくなっちゃうかもよ。それを聞いたしんのすけはちょっぴり、でもほら30個ぐらい今持ってるぞ。怖くなりました。しんちゃん、その恐怖を大事に。めっちゃひまちゃん睨んでくるけど、どうしたの。意外に可愛い寝顔してるな。可愛い、ここのララコちゃん可愛い。お姉さんしてて可愛い。お、あ、出た、秘密の大会。出たよ。
全然秘密じゃない。あ、キャップは才能がない。キャップはダメだもん。もう本当にもうキャップとしての才能が本当にないもん。キャップ。話が早い。話が早い。ララコちゃんと一緒に博士を取材するしんのすけ。今日は博士が発明したという恐竜を現代に連れてくるタイムマシンについて話をお聞きしたいのですが、我が輩のタイムマシンが連れてくることができるのは恐竜だけではない。人も運ぶことができる。それはもう何度も実験して成功を確認しておる。実はしんのすけもそうなんだ。しんちゃんとさ、うん、博士がずっとだって移動し続けてるってことでしょ。どうやらしんのすけはカメラが初めて写真を撮ったその時へタイムトラベルしているようだ。つまり画像があることで我々の記憶に残った瞬間へ飛んでいる。おお、バタフライエフェクトのさ主人公と同じ能力じゃないこれ。ああ確かにライフイズストレンジャーマックスとも似た能力だな。もし恐竜がいた時代の記憶がどこかにあればそれを道しるべにして彼らを古代に返すことができるのですか。飲み込み早くないラルコちゃん。飲み込み早い。その通り。道しるべとはなかなかうまいこと言うな。でも返すことは我が輩が許さない。またそういうこと言って。ああじゃあこれ絵本だ。恐竜がいた時代の記憶。それが世界の秩序を回復させる唯一の方法。それを考えるのがララコちゃんの宿題となりました。ララコちゃんやってくれるの優しい。じゃあ虫取っててもいいんだ。じゃあよっ新聞大活きた。あ、超えた。ギリギリ超えた。新しい新聞の名前は。どんどん規模が大きくなってくる。あ、おぉ、ついに、ついに銀河に。マジで銀河行ってるよ。これマルチバース来るよ。あ、デートは？待って、デートは？あれなんか車もう一個増えてね。あれ車増えてね。新聞社が大きくなってさ、あのキャップの収入が上がったからどんどん車買い足してる。レトロカー買ってんのキャップ。キャップの趣味。おい。デートしてる、ついに。日の山食堂で一緒にご飯を食べる。かわいい。新聞社大きくすることができたら。嫌そうじゃないですか。めちゃめちゃ嫌そうじゃないですか。結構嫌そうですけど。よしくん姉さん、マシルにいるよ。しんちゃん、お、約束通りあなたとデートしてあげる。よかったじゃん。おデート。よしくん姉さんとおデート。私の人生初デートだからしっかりエスコートしてね。かわいい、かわいい、かわいい。よしこちゃん、ここからいろんな事件が。発掘のアルバイト。へえ。ああ、運命の出会い果たしちゃったわけね。あ、大会すっぽかしてきたね。え、大会別に今日限定、今日か。今日なんじゃない？いやだ、両方いける、両方いけると信じてるよ僕は。ロープウェイの駅に集合よ。お、来たよ。あ、切符買ってきてくれるって。え、なになに？あ、乗ってる乗ってる。乗ってる乗ってる。そこ通るんだ。あら綺麗。初めて見たここ。これ大会に行けそうにないですね。結構時間ちゃんと経つね、うん、上まで行っちゃうんだ。でもこれはちゃんと立派なデートだわ。楽しかったって。あら、おい、ちょっとしんちゃんもすごい紳士的じゃない。しんちゃんも素敵だわ。あなたと一緒なら何でも楽しいって。まあお上手ね。かわいい。よしこちゃんかわいい。キャップとヨシコはついに気持ちを通じ合う。しかしヨシコはしんのすけとの約束を果たすため人生初のデート相手にしんのすけを選んだ。温めてるね空気。こうしてしんのすけの実らぬ恋はその大輪の花を咲かせた。はっ。しんちゃん、ヨシコお姉さん、必殺技、必殺技ユニゾアタックする。何？ムービーシーン？何何？違ったわ。スチル？あ、スチルなかった。なんだ。びっくりするでしょ。急にスチル出てきたら。なんだ。エンディング83。結構あるな。エンディングめちゃめちゃ豊富じゃん。マルチエンドすぎる。あ、新聞社に戻るか大会に。あ、大会行けるんじゃない？でもよしこイベント終わっちゃった。よしことの恋が終わった。